公益財団法人全日本柔道連盟は、日本国内における柔道競技を統括する国内競技連盟。かつては、文部科学省スポーツ、青少年局競技スポーツ科書館。略称は全10連、IJF。2020年2月現在4月26日には、中間報告書が出され、日本スポーツ振興センターから指導者に支給されていた。 助成金の一部を強化留保金として飲食費などに使用していた件に関して全10連事務局から受給者に拠出金の請求メールや支払いが遅れた場合には特促のメールがなされていたこと事務局の金庫に留保金の預金通帳が保管されていたことなどから全10連による組織的関与があったと認定された。留保金は社会通念に照らして不適切。 全十連は組織として、公金である、女性金に対する順法精神を欠いていたとも、指摘した。留保金は、教会委員長時代の上、村とその後を継いだ、吉村和夫に管理権限があり、残高は、約2350万円にも上ったが、帳簿類や領収書の管理がずさんであったために、実態を把握するのは容易ではないとされ、同時に、このような実態を放置していた。 日本スポーツ振興センターと IOC による制度運営への不備も指摘した。6月21日には第三者委員会が最終報告書を公表し、概ね中間報告の通りであるが、最終的に2007年から指導者27名が3620万円の助成金の不正受給に関わり、目的外使用の流保金が3345万円になったことを認定した。 また、最も重い責任を、負う者は、これら問題に、全面的に関わっており、当時の協会委員長だった、吉村和夫であることが認定されるとともに、協会委員長時代からこのシステムに関与しながら、是正する姿勢を示さなかった、元協会委員長で前従連会長の植村春樹の、責任も明記された。植村はこれを受けて、2013年内での、 全十連会長職退任を発表した。このほか最終報告書では、同委員会の中間報告後、全十連が同委員会に要望書を送り、先の中間報告を前提に、同委員会が柔道の実態を踏まえない調査を行っている、全十連が組織として、順法精神がなくコンプライアンス意識に欠けると、断ずるのは言い過ぎだなどと主張していた事実を明らかにした上で、 中間報告に対する根拠ある反論ならともかく、これを単に理由なく否定するだけのもので、論評に値しないとした。また、全十連は、第三者委員会に弁護人としての役割を期待して、調査を依頼したのに、球団ばかりで、弁護の要素が見られないとの意見については、第三者委員会は全十連の弁護人、または代理人ではなく、全十連は、 第三者委員会の性格についての基本的な認識すら欠けるとした。そして、意見書の名義人が全従連会長になっているが、現実には、事務職員が起案して一部の幹部の承認を得ただけで、送付されたものであって、全従連の組織的な決定を経ていなかったことを指摘し、現場の意向を聞かず、物事を決める、全従連上総部の体質が未だに改善していない。 ことの如実な詳査だと指摘した。そして、現場の声を組み上げるつもりがない執行部、上司である執行部の過ちを正し乱れた、組織的秩序を是正できない、事務職員の双方が、本件を含めた全従連の問題の根を作り出しているとし、選手、指導者、コーチといった現場の声に執行部、事務局双方がよくよく耳を傾けることこそが、 健全な組織のありさまだと締めくくっている。2011年に行われた演説の記録、福田次郎理事が女子選手に抱きつきキスをし、女子選手が逃げた後もトイレまで追いかけ、出てこいと叫んだ。2013年に事件が明るみに出ると、福田は全十連理事職及び都従連会長職人員の意向を表明した。全十連では本件の処分につき、 柔道の品位を著しく汚す行為をしたとして、会員登録の永久停止が検討されている。2013年7月23日、相次ぐ不祥事により、内閣府から2008年の新法人制度施行後初となる公益認定法に基づく改善措置勧告を受けることとなった。8月21日、臨時の理事会、評議委員会が開かれ、 宗岡昭治会長らをはじめとした新体制が発足した。一連の不祥事の時系列まとめ一連の問題の詳細は女子柔道強化選手への暴力問題を参照のこと。訴訟2014年10月、男子中学生が道場の指導者から締め技をかけられて意識を一時失った。この事故について道連盟の内部通報窓口に相談したが、 適切な対応がなされず内部通報制度が機能していないと指摘。2019年4月19日、柔道事故における内部通報の対応義務を怠ったとして、福岡市内の元中学生同情生だった男性と父親が同連名に損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴。パワハラ問題同連名において、複数の職員が先輩職員の一人から、 激しい叱責を受けたり、業務時間外に仕事を求められるなど、パワーハラスメントを伺わせる言動を受けていた事実が、2021年2月に、明るみに出た。当該の幹部職員は、同年2月に、自己都合退職。山下康弘会長は、今回は、事務局内の案件であり、外部に公表する案件ではないと判断したとしつつ、責任を取る形で会長を退く、 可能性を示唆した。近年は女子柔道が国際的に正式なスポーツ競技として定着したこともあり主催する大会を整理、統合する方向に転換。これまで男女別で行われてきた大会を統合することも行われている。全日本柔道連盟は2014年4月1日に柔道マインド事業を推進するため柔道マインドプロジェクト特別委員会を 発足させている。マインドは、英語で、精神、心を指すとし、可能う頃の教えの精神、柔道の心に立ち返ろうという気持ちが込めた意図での命名となっている。また同時に、マインドは4つの単語の頭文字をつなげたものを意図している。M は、マナーズ、礼節愛は、インデペンデンス、自立 N は、ノビリティ、高潔 D は、ディグニティ、 品格これら4つの単語を連ねたことには、柔道を行う者はこれら4つのことを守ってこそ、柔道家と呼ばれるにふさわしいのだということを明確に示そうという狙いがあるとしている。全十連では、前年2013年に立ち上げた、暴力の根絶プロジェクトによる、暴力という負の部分をなくそうという趣旨に含め、礼節や品格などの性の部分を伸ばそうという意味合いを込め、 暴力の根絶プロジェクトを柔道マインドプロジェクト特別委員会と名前を改め活動内容も積極的に広げている。暴力、暴言、セクハラ、パワハラ、不適切な指導をしないことなどは柔道をする者にとって当然のこととし、柔道マインドを心がけることでその先を目指し新しい柔道界を築くことを意図したものになっている。 平成31年度収支予算書。公益財団法人全日本柔道連盟。2019年6月17日閲覧。第7期決算報告書。公益財団法人全日本柔道連盟。2019年6月17日閲覧。ABCD、全日本柔道連盟50年史。第4部資料編日本柔道史年表。全10連の歴史。国内の柔道会。 全日本柔道連盟、2019年10月1日閲覧。別表記ファイフェール、フェフェー、国際柔道連盟大佐の全柔連携会長、誕生、毎日新聞、毎日新聞社、1987年11月19日。全柔連、理事、辞任へ、よってセクハラ認める毎日新聞2013年5月24日。全柔連理事が、 助成金の不正受給認める辞任。全額返還へ。スポ日2013年3月23日。全十連。理事。辞任へ。よってセクハラ認める毎日新聞2013年5月24日。不祥事の全十連に改善勧告イコール。上村会長に事実上の退陣要求内閣府。時事実受信。 http://www.jiji.com コロンススララッッシシュュスラッシュ jc スラッシュ c, c g イコールスポ &k イコール2兆130億7230万 739&j42013 年7月24日、閲覧。宗 <music> 岡氏が全従連新会長イコール副会長は、山下氏再建へ新体制発足時事。 ドットコム2013年8月21日、全10連に、損害賠償を求めて、低訴内部通報の対応義務を怠り産経新聞2019年4月19日、全日本柔道連盟幹部職員パワハラ疑惑、山下会長を退く、可能性示唆、NHK ニュース2021年2月26日、全10連職員が、コロナ感染、他20人発熱訴え、 読売新聞、2020年4月5日閲覧。全十連、二人目の感染者判明事務局の男性職員。読売新聞、2020年4月7日閲覧。新たに職員一人感染全十連。読売新聞、2020年4月8日閲覧。全十連の感染者は8人に。読売新聞、2020年4月11日へ閲覧。 全十連専務理事がコロナ感染職員の感染続出、計9人目。サンスポ。2020年4月12日閲覧。新型コロナ感染、行動管理時の松下サブロさん死去計19人感染の全十連で元副会長。読売新聞。2020年4月20日閲覧。柔道マインドプロジェクト特別委員会の発足について、 公益財団法人全日本柔道連盟、ありがとうございます。